ラブカンプーは日本の競争馬。主な価値案は2020年の CBC 賞。馬名の由来はカンムリより、立党森田直行き級に入級し、2歳8月にデビュー。3戦連続2着の後、4戦目で初勝利を飾る。翌2018年、年明け2戦目の笠ササギ賞を一番人気に応えて逃げ切り勝ちし2勝目。 重症初挑戦となったフィリーズレビュー、続くアーリントンカップは共に2桁着順に敗れたが、自走の青いステークスで2着に入ると、アイビスサマーダッシュ2着、北九州記念3着と重症での構想を続ける。9月のセントールステークスでは2番人気に押されての、ファインニードルの2着、スプリンターズステークスでは11番人気まで人気を、落とすもファインニードルに、 首差の2着に入る活躍を見せた。しかし、翌2019年は調子を落とし、年明け初戦のオーシャンステークスで2番人気ながら、最下位の18着に大敗。その後も大差で敗れるレースを重ね、年内最終戦の軽半敗で9着に入るまで8戦連続の2桁着順が続く結果となった。翌二千二十年も、初戦から十一着、十六着、 13着、16着と、大敗が続き、5月には、初のダート戦となるカキツバタ記念に出走したが、ここも10着に敗れた。しかし、自走の伊田県ステークスで1着場から0.6秒差の7着に、入り6戦ぶりの1桁着順に入ると、斎藤新安城で出走した7月の、CBC 賞では13番人気ながら、 内枠と 51kg の軽ハンデを生かし逃げ切って優勝。約2年後、ヶ月ぶりの勝利を重賞初制覇で飾るとともに、安城の斉藤にとってもデビュー2年目での重賞初制覇となった。その後は2桁着順が続き、12月19日のタンザナイトステークス12着を最後に現役を引退することになった。引退後は、 生まれ故郷の奥山牧場で繁殖品場となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。